路線バス到着時の様子見吉駅は、熊本県甲子市見市にある、熊本電気鉄道菊池線の駅である。駅番号は、KD19、道路線の終点駅でもある。1986年までは、路線が、さきの菊池駅まで続いていた。短式ホーム一面一線の地上駅で、無人駅である。バス停留所と一体化されている。 菊池方面からのバスはホームでの対面乗り換えが可能。菊池方面へ向かう路線バスも国道から外れて駅前広場へ乗り入れ、ホームの向かい側の乗り場で乗降扱いを行う。かつては木造駅舎を持つ有人駅で島式ホーム一面二線、貨物側線と貨物用ホームを持つ列車交換駅であったが、経営合理化のため1963年に、 交換設備を撤去の上、無人駅となった。木造駅舎は無人化後に解体撤去されている。その後しばらくは、単式一面一線ホームと貨物側線を持つ無人駅であったが、1986年に当駅、菊池間が廃止されバス転換された際に、菊池温泉への利便性向上のために大工事が実施され、貨物側線と貨物用ホームを撤去し、 交換設備跡と撤去した部分を重上げして、バスロータリーを設け、バス停留所を設置して、ホームとバス停留所を一体化させた構内が完成した。現在も、駅構内に入る手前で線路が右側に湾曲しており、構内の線形やホームに列車交換駅だった頃の名残がある。IC カード読み取り機はホームに設置。土地区画整理のため、年春までに、 南側に移設される予定である。2014年度の1日あたりの乗車人員数は379人であった。熊本市内方向の路線バスは、鉄道線とほぼ並行している。ありがとうございます。